でもなんか温かいものの感じでそんなピースなのかそんなのがルールじゃない、ダメなのか学校やからなんかでもすごく問題はあるんで、みんなの目が誰にも頼れないよっていう、自分の目で確かに見極めて未来に次に行こうぜ、繋げていく、いい大人だろ、はい、いいな、はい、あら、いや、バイブス感想だぜ、行くよ、はい、昭和の時代から平成の現代、俺らに託された日本の未来、昭和の世代のよし、天神だけクリスティカルぞ、よ、一緒に忘れるこの現状に助け合い、できないは隣同士、嘆き悲しむニュース多い、死ぬのか、死ぬのか、アハプロほらは本当はあの焼酎でもホッピーでも飲みたいとこなんですけど、あーエルナンドありがとう、いいね、こういうのが嬉しいです、うん、ピロ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 ありがとうございます。ぬげ。ぬげはお前乱暴だろう。お父さんそんなこと教えてお前ない。そんなぬげなんて品がない。いやまあ、俺は脱ぐ前に君たちを脱がしてから今夜はヌードになると思う。それに今日は俺にまた援護射撃をくれてる仲間が来てくれたりするんだ。まあ早速呼び込んでみましょうか。いや、神ヤスマン。いいよいいよ毎度毎度こちら YOSSISSIHIFON つないでマイナムですです、調子はどうクラブリザードよ、マジで間違いないぜ、10周年おめでとうよ、今日この場所に呼んでくれてありがとう、懐かしい仲間がいっぱい来てるぜ、俺たちもずっと昔ここでイベントやってて、そう今日そんでその時の仲間たちがいっぱい来てて、そうアーティスト出てるアーティストもいっぱいいるけど、そう、一人一人アーティストの名前を言いたいけれども誰かの名前を抜かしちゃうと申し訳ないんで名前は言えないけど、10周年めでてえから盛り上げてやるさ、声出せよ、イエイヤホー、イエーイ、さっき帰ってきた娘のパンパス、カンパス入れずに送るぜワンループ、yeah、かますぜ側親分、yeah、 We are Twitter はヒップホップらが盛り上げるぜ横浜、yeah、 yeah、 Step up、yeah、ヌードマンの休まるので、ね、ツインタワー、yeah. ツインタワーという言葉を使った、君たち日本のチャート、はい、あー、まあ、調子はどう、ララヒップホップティース、つなげるぜこのパルワール、ララヒップホップ、サミコーソーで俺に東京で心に花開きやないところで吠えるライオンでマイクを踏んでポンポンポン、現場気温にバカね、凝り固まったもんだらもんで盛り上げてたっぽんライブトップロッテ、オーイェー吐き立て想像せ、俺ら右手にマイクが頬掘って俺の手に持ち離さぬ NYC、 見せるビートの鳴り NYC、土俵は問わず軽快に引かすブロー、ライガーなんか盛大に、隣にはもう一つ NYC、 よすマグナムと攻撃開始、無理心なくキスを携帯し、挑むファイター打ち込む限界に、 Yeah, one, two, my campus、 こちらは YOS よ、ステップをステップ、空が見てるバッチリな中空気を狂うぜ、101億人日本語の You go! You don't know この点、このラブ助け音の力真実ツノマン、マグナムとの Wi-Fi 飛ばせ描いた世界変わらんで立ってピース、今宵のフロアの調子はどうだ、みんなでテキーラ仕事オーダー、本当に飲んだ、サブウラで吐いた、あるかまだいける、ファイヤー、今宵のフロアの調子はどうだ、微笑むエンジェルはベール脱ごうか、本当に脱ぐか、裏で脱ぐか、このベッドの上でファイヤー、サミコーソーで空に飛び込んで、モノに花開けない登場で吠えるライオンでマイクロフォンでポンポンポン、現場広いバトンで、yeah、 こ
盛り頭さもんならもうえ盛り上げてなんぼライブとフローで Oh yeah 吐き出せ想像せ俺ら右手にマイクが方法で Hey yo I'm in ヌードマンアリローサイヨースマンランスペシャルコンビネーションスタイルディスアハヨーヒップホップとレゲエは兄弟ヨーマイクをうならす愛も変わらずマイクフォンならオープンマイクブーストバース俺らこの私は体ぶっ飛ばしや口こぼすだけの口ならばガンテン誰も止められねえこのミュージック今も夢中に待ちは中に急に変わってきた時の流れもうまく乗りこなすさこんなフローのようこの時世その尊敬男子高尚でそれもどうかね俺らには縁はねえそれもそうだな都合悪いけれすぐボケ知らぬが仏知らぬが仏もちろん触れましたこちらに尊敬キャセロカンドマイクマスター It's OK ビーボイとビーボイボイスを届け冷めた心の鎖を解け日常それを嘘すっと思った俺はいつでも奴らのモンスター一人目は私はクソッとモンスター日常それあるさ吸ったモンスター男も女も楽しいがいいんだ今宵この空間は俺らのモンスターファイヤー燃やしてくせファイヤよし脂が乗ってきたみたいなタイミングだメモマン取ったね取りましたでもね納得して取ってるからねうまいもん食って取ってんだよ金かけてんだっていうないいですまあ、ある意味ビジュアル系俺がビジュアル系ってんだからビジュアル系だメイクしたらビジュアル系じゃないかいいよその違わせてる分からせてやるよあの時ヌードマンビジュアル系って言ってたあ本当にそうだった OK 忘れないいやいやヌードマンそうだよねもっと強い人もないからボーナーとかプランニューチャーみんなにね後編は曲を届けてくださいよどうなのヌードマンさっきからなんか通った話とかあったんですけど現にガマ親分僕のいつも全力で一緒にやってくれてますけど彼も2人いましたガマもいいコンビだいや俺とったら一緒にしてるだけなんでチームホルモンいいよすいませんリサノさん僕がもうちょっと頑張った先にはバカにぜひホッピーをじゃあ次の曲を次はブラニューチアのヌードマンからコンシャスメッセージまあいろいろ感謝を思うことが多くてありがたいと思う人は感謝ですあえて言わせてもらおう何だかすごいありがたい気持ちになってばっかね年を取るのもまた悪くないから人の痛みが身にしみる演歌の予兆みたいなこの始まりだけど真面目にメッセージにごめんなさい聞いてください Thank you Father あれは厨房のとある日遊びの国へ帰らずに仲間と溜まる夜のコンビニ手には缶コーヒー反抗期スタッフタバコ屋の忠告に右はかさつなが適当に傘を吐き捨てて睨む俺に初めて飛んできたその拳思い出したんでいつだったからバスのドライバーだった片仏ファザーあなたれの小学生わざわざ待ち伏せの煮込む憧れの中将来の夢って聞かれたなら迷わず答えた父ちゃんみたいな汗流し育ててくれたんだ本当は少なめ後ろ姿 Thank you Father 言える今なら遠い記憶の中に埋もれていた展開男の背中でも俺にはまだ言えやしないな富士山越えてやるのが前にしっかり見といてくれよ親父まあ皆さん近々父の日がありますねなんか思いを届けたい素直に表現してみてもいいんじゃないかなと最近僕は気づいたんで
この曲を俺たち残ろうかなと思って CDR にやったわけじゃない。いいよ。ギャンブルしないのにやる気もしない節制はしない。俺とは真逆なタイプだけどこれだけ譲れない。趣味のマラソンと仕事に打ち込むライブ、そんなんじゃ面白くもない。なんて思ってた俺の20代。地道な親父リスペクトしないあの頃親子交わす言葉もない。でもな勘違い特技のなかった俺の少年時代。毎朝ついていたランニングの会、あんた走ることだけ飽きない。自信がない俺にくれてた無言の愛、励ましと知らず一人でファイ。ごめん遠回りしたけどでかい背中を追っていたい。最近母ちゃんに聞いたんだ、俺が赤ん坊の頃のおむつ替えや毎日風呂を入れてくれたんだってな。身勝手なやつだったのにも分かっちゃいなかったけど、こんな俺も今なら分かる無償の愛が聞いてくれないか。 Thank you father 入れる今なら遠い記憶の中に埋もれていたでかい男の背中。でも俺にはまだ消えやしないな。いつまでにやるのが My dream、 静かに見といてくれ親父。ありがとう父ちゃん。いいね、恥ずかしくなく言える自分大好きです。ありがとう。いや、なんかあれなんかあまり普段やらないような素直なメッセージを曲にできたんで、早速お届けしたくて歌っていただきました。ちょっと途中間違えました。そのうち、チェックしてください。ロックスルート作りまして、ありがとう。そうね、いいですね。でもなんか人に感謝を伝え素直に伝えられる自分好きでしょみんな、ね、でもそうじゃないこの心が闇の時もあったり山あり谷ありだよね。でも大事なことっていうか、こうなんか心でつながることをいつも大事なんだと思ってれば、ね、この時もそこにまた戻れるし、上がった時にはその時のありがたみが分かったり、うん、日々精進だね。真面目だね、真面目だね。じゃあ次ヌードマン最後の曲なんですけど、真面目にやっぱり締めたいと思います。じゃあ浜辺君お願いします。Bokori! Bokori!